これらは那覇外遊出張所で差し止めた知的財産侵害物品、いわゆるコピー商品です。沖縄地区税関では平成25年の1年間で2907点の知的財産侵害物品を差し止めしています。そのほとんどがこの那覇外遊出張所で差し止められています。那覇外遊出張所ではほぼ毎日のようにコピー商品が発見されています。商品を差し止められた人にはコピー商品とは知らずにインターネットで安いサイトを見つけて買った人が多く、国内のサイトだと思って商品を注文して代金を振り込んだのに、品物は税関で差し止められて届かず、差出人にも連絡がつかないといったケースが多く見られます。コピー商品を購入しないために極端に値段の安いもの、日本語がおかしい通販サイトには十分注意してください。ネットで購入する場合には各ブランド公式サイトなど信頼できるサイトからの購入が最も安全です。